どうも、トモキンです。こちらが、6枚入りの、ビッグカツを半分に切ったやつですね。まあ、これボリーミーですね。これボリーミー。で、これが、ジャンボビッグカツという、こちらですね。これを、2枚、3枚 ?3 枚を、3通りに切って並べたやつですね。結構ボリーミーです。そして、もうカレーは温まっているので、あとはもう、先ほど紹介した私の新しい丼。こちらに、これをミルフィーユ風に、ご飯を引き詰めて、そしてこのカツをペッ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 と並べて、ご飯を並べて、ペッ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 と。どっちがもいいか。カレーライスにしようか。また食べるときに動画を上げます。はい、持ってまいりました。だけれども、いつもの丼になってしまいました。どうもすいません。こんな感じ。と言いながらアングルカメラを回して、そしてカメラを置き直そうと思ったんだけれど、おっといけるか、置いて、そしてスプーンを持っていただきます。ルーから一口目、そして問題のこのソースカツと見せかけてじゃがいも、次は食べるかな。問題のカツを食べるんですが、これがいかんせうまいんだけれども、顎が痛いんでございます。だん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 顎が疲れてくるんです。
最後の一口をパクリと食べまして、そして見せびらかして、ちゃんと食べたよとごちそうさま。